その夜の妻は、1930年7月6日、公開の日本映画である、松竹キネマ製作、配給。監督は、小津安二郎。モノクロ、スタンダード、サイレント、66分。雑誌、新青年1930年3月号に、掲載された、オスカーシスゴールの短編小説、9時から9時まで、を原作に、野田光吾が脚色した作品。 映画化を進めたのは、松竹蒲田撮影所所長の木戸志郎で、岡田時彦が、オズ作品で、初主演した。洋風に失来たセット、刑事役に、ハリウッド映画への出演歴がある、山本東郷をキャスティングするなど、アメリカ映画に影響を受けた、オズのモダニズムが現れている作品である。初回興行は、帝国館。1952年に、 池田博史郎監督によってリメイクされた。本作の上映用フィルムは、国立映画アーカイブが2342.21フィートの1 6ト、mm、ルフィルム、65分尺のものを所蔵している。橋爪修士は病床に付している娘、美智子の治療費を苦面するため、ビジネス街に拳銃強盗に入る。金を盗み出した後、 追う警官隊から逃れたクシーで妻子の待つ家へ向かう。修二は妻のまゆみに奪った金を渡し、美智子の病気が治ったら自首すると告げる。その時、修二が乗ってきたタクシーの運転手が訪ねてくる。実は、タクシーの運転手に変装した刑事の香川だった。上がり込んだ香川に対しまゆみは銃を突きつけ、修二に美智子の看病を頼む。しかし、夫婦は、 眠り込んでしまい香川はピストルを取り戻すが朝まで逮捕は待つという。朝になって香川は修士を連行するのだった。ありがとうございます。